広いし、山もあるし、川もあるし、一番は身近に自然が感じられるところだと思います。一回遊びに静岡にこの子が来て、それしたらすごい気に入って、もう住みたい住みたいって言ったら本当住んじゃったっていう俺はそのアサリのやつ、アサリで、はい、了解です。昔からなんかこういうみんなが集まれる場はなんか作りたいなと思ってて、子供が好きだからなんかそう幼稚園とか作りたいなと思ってたけど、なんか今すぐにできることって言ったら、あ、なんか子供食堂かなと思って。あー、おかえり、おかえり、やっほやっほ。あ、じゃあ嫌いの入ってない？入ってない、入ってない、ここといろんな子供たちと遊べたり大人と遊べたり、日常にこれが触れてると、例えば大人になった時にコミュニケーション取れるのがうまいとか、なんかこう次未来につながれる何かができたらいいなって思ってます。ここ気をつけてくださいね。ここはお気に入りのスポットです。なんかうち実家も3階建てで屋上あって、なんかそれもあってなんかすごい落ち着きます。